SMBC 日本シリーズ2021東京ヤクルトスワローズ対オリックスバファローズ第3戦大会セレモニーを行います。これより両チーム監督、コーチ、選手の入場です。はじめに先行オリックスバファローズコーチの入場です。ヘッドコーチ伊佐本克美背番号88、投手コーチ高井大夫背番号73、投手コーチ能見淳背番号26、打撃コーチ黒木栄一背番号77、打撃コーチ辻井龍太郎背番号79、内野守備走塁コーチ笠岡直行背番号76、外野守備走塁コーチ田口壮背番号81、バッテリーコーチ斉藤俊夫背番号87。続いてノンスターティングメンバーの入場です。投手平野佳久背番号16、松井博敏背番号17、富山亮が背番号28、ケイ鈴木背番号30、伊賀元輝背番号35、タイラー・フィギンス背番号52、山田信義背番号57、セサル・バルガス背番号59、吉田亮背番号66、若森健也背番号2、頓宮裕真背番号44、内野手大田亮背番号31、山足達也背番号36、外野手アダム・ジョーンズ背番号10、佐野光大背番号41、小田裕也背番号50、 T 岡田背番号55。続きましてスターティングメンバーの入場です。1番センター福田周平背番号4、2番サード宗優馬背番号6、3番レフト吉田正尚背番号34、4番ライト杉本裕太郎背番号99、5番ファーストスティーブン・モヤ背番号1、6番セカンド足立良一背番号3、7番ショート紅林光太郎背番号24、8番キャッチャー伏見トライ背番号23、9番キャッチャー田島大輝背番号29。なお田島投手清水氏は現在ブルペンで投球練習を中です。そしてオリックスバファローズを率いますのは背番号78、中島聡監督です。以上、オリックスバファローズ監督、コーチ、選手のご紹介でした。続きまして高校東京ヤクルトスワローズコーチの入場です。ヘッドコーチ宮部隆二背番号76、
背番号は81投手コーチ石井博俊、背番号98打撃コーチ杉村茂、背番号74打撃コーチ松本雄一、背番号82内野手に勝利コーチ森岡良介、背番号75内野手に勝利コーチ福地和樹、背番号73バッテリーコーチ犬川氏、背番号83続いてノンスターティングメンバーの入場です。投手石山太一、背番号12清水昇、背番号17田口勝人、背番号34ロッソ桜、背番号37アイバーコスライ、背番号43大西博、背番号44田中郎優斗、背番号48本土優太、背番号69都市千葉元宏、背番号45小田雄大、背番号57内野手川端慎吾、背番号5本山桐生、背番号6内川誠一、背番号7原木拓海、背番号10外野手山崎幸太郎、背番号31佐々木智隆、背番号42渡辺大、背番号49続きまして、スターティングメンバーの入場です。1番センター、塩見泰隆、背番号92番レフト、青木宣親、背番号23あ、でも立った気がする。あ、待った。